こんにちは、赤ちゃん本舗パパレポーターのひろしです。今回はアップリカさんと初コラボということで、記念すべき第1回目はラクーラビットクッション2021年モデルのご紹介です。ラクーラビットクッションはアップリカと赤ちゃん本舗が共同開発したベビーカーです。その新商品をこの春4月に発売します。実はこのラクーラビットはファーストベビーカーの中で昨年赤ちゃん本舗一番売れた大人気ベビーカーなんです。その新型モデルがいよいよ発売間近ということで、発売に先駆けまして今回はアップリカさんと私がパパ目線で一緒に魅力をお伝えしていきたいと思います。こんにちは、アップリカの谷口です。今年も素晴らしいベビーカーを皆様にお届けできることを楽しみにしております。なんかかっこいいですね。なんかちょっとワクワクしちゃいますね。それでは早速ご紹介お願いいたします。はい、まずコンセプトを赤ちゃんにとって、またママやパパにとってもお出かけが楽しくなるベビーカーとして開発しました。赤ちゃん本舗とアップリカだからこそできることがこちらのベビーカーに詰まっています。まず赤ちゃんにとってなんですけども、オメガクッションというものが搭載されています。それではこちらでちょっとアップで撮影してみたいと思います。これは座面のクッションのことで、揺れに応じて座面が優しく上下することで赤ちゃんに伝わる振動を吸収するアップリカ独自の機能なんです。座面下のクッションの形が、オメガの形になっているんです。あ、なるほど。もちろんオメガクッションだけではありません、シートには通気性とクッション性を両立したシルキーエアという素材を採用しているので、乗りふかふかな乗り心地を実現しています。さらに背中の部分には通気口がありますので、こもった熱を放出させるこの銀色の反射板で地面からの熱を反射させ、温度上昇を防ぐ、そして赤ちゃんにとって熱や蒸れから守るダブルサーモメディカルシステムというものが搭載されています。さらにさらに足乗せサポートというものがありまして、背もたれを倒したときに赤ちゃんの姿勢が楽になるようにサポートするパーツが内蔵されています。これはそうなんですね。それでは赤ちゃんにとって快適なのは非常によくわかりましたので、次はママパパにとってこうお出かけが楽しくなるような機能とかあったりしますか？はい、その前にママやパパにとってどんなベビーカーが使いにくいと思いますか？そうですね、例えば、ベビーカーだけじゃなくてチャイルドシートもそうなんですけど、どうしてもこう背負っとした時にこう肩ベルトとかが赤ちゃんの背中の方に回ってしまったりとか、こうバックルこうつけようとした時にこうガチャガチャガチャってうまくいかずに、こう赤ちゃんもだんだんぐずり始めてこう全然止めるに、閉まれなかったりとかっていうので、結構ちょっとイライラしたりとか焦ったりとかっていうのは結構あったりするんですよね。そうですよね。やはりそういった声ってやっぱ非常に多くて、そこの不満点に関してこちらを見ていただいてもよろしいですか？はい、それではアップでレポートします。ラクーラビットクッションにはイージーベルトという機能が搭載されています。一般的なベビーカーのバックルは左右の肩ベルトを片方ずつ、もしくは両方を重ねてこういったバックルにカチャッと差し込むような構造になっています。そうですね、私のベビーカーもそうなってますね。ただこの差し込む時にうまくいかない場合があって、せっかくのお出かけするときになかなかつけられなかったら、イライラして、お出かけ楽しくないですよね。あ、心当たりありますね。ラクーラビットクッションはそれを解決するためにイージーベルトを開発しました。こちらはマグネットになっているので、肩ベルトをまたベルトのバックルに近づけてあげると、カチャッとしっかりと差し込まれることができます。簡単につくということは簡単に外れてしまうということでもないんですか？大丈夫です。大人がやるとこちらワンタッチでパッと外れるんですけども、お子様の力ではこれが押せないような力もしっかりと検証されています。これはストレスが軽減されますね。こちらは昨年のモデルから採用されたものになるんですけども、この2021年モデルはさらに進化しました。先ほどおっしゃっていただいたように、ベルトが乗せ下ろしの時に邪魔になることって多いですよね。はい、多いですね。今回2021年モデルは、マグネットホルダーというものがつきました。あ、この丸なんかちょっと気になってたんですよね。気になりますよね、バックルを外していただいて肩ベルトをこちらのホルダーにくっつけてあげると、お、くっ
ついた。お子様の乗せ下ろしが非常に快適になるんです。本当ですね。先ほど私もお伝えしましたけど、ここ乗せ下ろしするときにどうしてもカタベルトが赤ちゃんが下敷きになってしまってぐずるっていうのがよくあるので、これだとかなりそれは助けてくれますよね。助けてくれますね。まだまだお伝えしたいことがあるんですが、はい、もう1点だけ、はい、車を運転されるときに、はい、ママやパパは自分の運転しやすい位置にシートをスライドさせたり、はい、ハンドルの位置を上下させられることってありますよね。そうですね、はい、ベビーカーも同じように身長差があっても押しやすいように、うん、ハンドルの位置が7段階に調整することができます。さらに押しやすいだけでなく、うん、畳んだ時に非常にコンパクトになるのも、はい、このマルチハンドルの素敵なところです。重環境もベビーカー選びの一つの重要なポイントだと思うんですけど、これだけ4輪のファーストベビーカーでコンパクトになるっていうのは嬉しいですね。ラクナビテクッションはこちらのフロントガードを持って移動することもできるので、このような形で持っていただくこともできますし、階段などを上り下りする際にはこちらのパイプのところを持っていただくと階段の上り下りも足が当たらずに上がり下げすることができます。最後にカラーにも注目していただきたいんですけれども、はい、ハンドルの部分とホロのパイピングの部分にレザー調のブラウンカラーで統一しました。おしゃれですね。ネイビーに関してはこのストライプ、はい、もうストライプといえばラクーナビッテのおなじみのカラーになります。で、今回はここにカーキーのシートをつけることによっておしゃれさをアップしています。しかも、はい、このシートに関しては、はい、もちろん取り外しても使うことができますので、はい、もし汚れた場合とかは外していただいてそのまま使っていただくこともできます。あ、なるほど。こちらはグレーになるんですけども、今回木調のデザインを使っているんですが、はい、生地感をぜひ触っていただきたいんですけども、はいはい、初めてのこの生地を採用することで、はい、今までと違う感じを出しました。なるほど。すごい上質な手触りですね。そうでしょう、はい、次にこちらがブルーになります。はい、ブルーも木調テイストのデニムのカラーをあしらったようなデザインになっています。どちらかというとかっこいい形ですね。そうですね、こう普通の単色のネイビーではなくて独特な風合いというか、この感じがいいでしょう。次にカーキーになります。はい、カーキーは一見大人っぽく落ち着いた雰囲気のデザインになっているんですけども、はい、コロナ禍を勉強さん開けてもらってもよろしいですか。はい、コロナの中にアニマルバラをプリントしているので、はい、大人っぽい中に赤ちゃんらしい雰囲気っていうのも詰め込まれています。そうですね。いや、一見非常にこうシックで落ち着いたおしゃれな感じやと思ってたんですけど、ちゃんと赤ちゃんらしい要素も兼ね備えてるんですね。可愛らしいですよね。はい、実際にやっぱ赤ちゃんが上を向いた時にホロの中にこういった動物があると、うん、少し視力とかが出てきた時に、うん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 、やっぱり指を指して教えてあげるのも一つ楽しいですよね。はいはい、あ、本当ですね。それでは最後に発売日と先行予約のご案内です。こちらは4月3日発売で3月1日から28日まで先行予約受付期間です。全4色で税込み 63,800 円となっております。先行予約期間中にご予約いただいた方にはオリジナルレインカバーをプレゼント。先行予約と同時に店頭に並びますので、ご来店いただける方はぜひ直接見て触って確かめてみてください。ネット通販でも予約を受け付けていますので、ご来店が難しい方はぜひ通販もご利用ください。概要欄に通販サイトへのリンクを貼っております。ご予約お待ちしております。ではこちらのラクナビテクッション欲しくなったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。